改札口西桑名駅は、三重県桑名市小吹町2丁目にある、三義鉄道北西線の駅である。隣接して、東海旅客鉄道関西本線、近畿日本鉄道名古屋線、養老鉄道養老線が乗り入れる桑名駅があり、相互に乗り換えが可能である。開業当初の西桑名駅は、桑名駅東側の現在バスターミナルがある地点に、あった。 1961年に、ク名ナ・京橋西桑名間が、国道1号との平面交差解消のため廃止され、1977年に、駅前再開発のため、ク名ナ駅東南側に移転した。旧駅構内には、車庫が併設されていたが、駅移転に伴い車庫は、北大社駅に移転した。短式ホーム一面一線を持つ、地上駅である。駅舎は、 公務東側に設けられている。終日駅員が配置されている。北税線の他の駅のように、当院駅からの遠隔監視駅にはなっていない。駅舎には自動券売機、自動改札機、自動生産機を備えている。普通券、回数券、定期券等の購入が可能である。トイレは駅舎の改札内に設けられている。冷暖房付けの待合室が設置されている。 駅舎内に公衆電話が設置されている。バリアフリーには一部施設について対応していない。駅の建物はロッテリアやバスの切符売り場と同じ並びにある。駅前にクワナシエの有料駐車場等があり、車を駅に止めて電車を利用するパークアンドライドは可能ではある。車の停車スペースを備え、車で駅に送ってもらい電車を利用するキスアンドライドが可能となっている。 駅前がバスターミナルであり、バスへの乗り継ぎが可能である。駅前ロータリーにタクシーが常駐する。平成26年度に、桑名駅の駅舎を現在より南に、西桑名駅の駅舎を現在よりも北に移設し、西桑名駅と桑名駅の乗り換えの利便性を改善させる計画があるが、駅周辺の区画整理が進展しないため中止となっていた。その後、 桑名駅の京城駅舎化自由通路設置が開始され、2020年8月30日から共用が開始されたことにより、桑名駅が80メートル南側へ移転したため、当駅との乗り換え時間が短縮されている。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。桑名駅の駅周辺を参照のこと。桑名駅の東側にありながら、 西桑名駅を名乗っているのは、改装当時の所在地からである。西桑名駅は開業当初、大山田村にあり、大山田駅を名乗っていたが、1929年に、大山田村が調整を施行して、西桑名町となり、1931年に町名に、合わせ西桑名駅となった。なお、西桑名町は1937年に、桑名町と合併し、桑名市となっている。 西桑名町の調整施向と同時に、解消されなかったのは、伊勢電気鉄道駅西駅が1930年頃まで、西桑名駅を名乗っていたからである。駅スタンプが設置されており、7里の渡し跡と浜リと電車が描かれている。列車発車時には、駅員がブザーで出発合図を行っている。ABCDEFGHIJ 曽根悟る、週刊歴史で巡る、 鉄道全路線公営鉄道、私鉄26号長良川鉄道、明治鉄道、垂水鉄道、三木鉄道、伊勢鉄道、朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2011年9月18日、26ページ。鉄道、運輸機構、明日を目指す、鉄道女性、p 級鉄道事業における、 事業評価の公表について、再評価の結果、三義鉄道桑名駅、自由通路と、駅舎整備8月下旬着工へ、三重毎日新聞2017年6月10日地方版、JR 東海と、近鉄、桑名駅の新橋上駅舎を8月30日、共用開始。改札外で東西結ぶ自由通路を新設、トラベルウォッチ2020年7月6日、三重県統計所三重県、 北勢線入場券付き記念スタンプ三義鉄道2009年10月25日閲覧ありがとうございます。